応用問題の傾向は2択が来たら引っ掛けて、いきなり声かけるんじゃねえんだぞ。びっくりして覚えたこと忘れちまうじゃねえか。今日は期末テスト最終日だぞ。俺様たちは二人で一人なんだから足引っ張るんじゃねえぞ。そこまでだ子犬ども。お利口にペンを置いて答案用紙を前に回せ。このクラスの期末テストはこれで全科目終了だな。イエーイ。お座り。はしゃぐのはまだ早い。テストの結果が悪かったバッドボーイどもはウィンターホリデーを補習で棒に振ることになるから覚悟しておけよ。では解散。終わった終わった。やれるだけのことはやった。あとは結果を待つだけだ。俺様にかかればこんなテストちょろいんだぞ。お前らいつも筆記試験の後はこの世の終わりみたいな顔してるくせに今回やたら自信あるじゃん。今回の俺様は今までと一味違うんだぞ。今から大天才グリム様、俺に勉強を教えてくださいっていう準備しとけよ。残念だが今回は僕も自信がある。悪いが勝たせてもらうぞ。いつも赤点ギリギリで泣きべそ書いてる奴らが言うじゃんか。ま、俺も今回は余裕だったんで負ける気しないけど。まあね、これくらい楽勝楽勝。さて、試験も終わったことだし陸上部に顔を出すか。俺も久々に思いっきりバスケして体動かしたい気分。じゃあ今日はここで解散ってことで。俺様たちも帰ろうぜ。夜通し勉強してたから俺様もう眠くてたまんねんだぞ。君、なぜ昨日は呼び出しを無視したんです？ご自分がどういう立場か分かってらっしゃらないようだ。昨日はちょっと腹の調子が悪くて。本当に？嘘をつくとダメになりませんよ。本当です。本当に腹が痛くて。ジェイド、彼がもう少し素直にお話しできるようにしてあげてください。わかりました。そんなに怯えた顔をしなくても痛いことはしませんよ。さあこちらを見て。ショック・ザ・ハート。今のは一体？ではもう一度聞きますね。昨日あなたはなぜアズールの呼び出しに応じなかったのですか？それはもう腹黒インチキ野郎のアズールに好き勝手こき使われるのが嫌になったからだよ。腹が痛いなんて仮病に決まってるだろ。ってなんだ、口が勝手に本音を。ほう、なるほど。それがあなたの本当のお気持ちですか？ああ、なんてことだ。とてもショックです。海の魔女のごとく深い慈悲の心でもって君の願いを叶えてあげたのに、その僕を腹黒インチキ野郎ですって。ごめんなさい、違うんです今のは。取り繕ってももう遅い。フロイド、出番ですよ。やっと話終わった？もうギュッてしていい？ええ、どうぞ。思いっきりね。はい。待ってくれ！もう一度チャンスを！うわあ！まったく。どいつもこいつも、支払いを踏み倒すろくでなしばかりだ。買ったら払う、借りたら返す。当然のことですよ。ええ。おっしゃる通りです。今年はもう少しまともな人材が入ってくればいいんですが。期末テストの結果が楽しみですね。